前方後円をちょっと見ましょうかね。ちょっと小さいけど、これはもう基本的な形でね、ちょっと見やすいんです。これわかりませんね、こちらからはね。こちらの方が豊富かな、手前かな、こちらの方が。で、奥の方がエルフになったね。まだわからんな、わかりませんね。これでもわからんか。いや、わからんか。わからんな。どうだろう。婦人天皇陵のね、横にありますからね。取り巻きの人たちの墓ではなかろうかとは思われますけどね、これ。こんな感じですよ。あ、綺麗に見えますね。ほんまに小さいですよ。おお、よう分かりますこれ。これ全長どれぐらいあるよ。20メートルの、いや15メーターの、ずっと全長が、どこ行かんと分からんけど。で、手前はかなり高いんやけどね、手前の山がね。手前の方分の上が高いんだけどね、普通と比べたらね、形的にはね。で、円分の方が大体どこもね、高くなってますね。これで見るとね、そんなに変わらんの。歩いて歩いたとこはこんなんです。これ、これは全体像です。全体像、まあそんなない、25メーター、30メーターぐらいか。だから10分の1ぐらいの規模ですよね。ただね、豊富の方が高いんでね、大体どこで見てもね、僕の方がだいぶ低いんですね。高いですよ。おー、これまくり、ふっとね、立ってて。こんなんですね。この後見られるか。見られるね。国道でも出てしまうか。国道で出てしまうね。見えまへんな。こんなんすか。入れるのか。入れますね、これ。ちょっと中入ってみよう。こちらの方がね、豊富の方ですよ。まあ、お、ちゃんと5もあったのかもしれんね。これ、下これ。ね、小さいけど。5もあったかもしれんね、これ。ちょっと行かれんかね。これ、こんなんですよ。あ、いけないね。許可なく入らないでください。こんなんですよ。綺麗に残ってるんだけどね。いやー、これは綺麗に残ってた。綺麗に残ってました。あー、そうだ。
は入れないですね。